こんにちは、清水エタです。今日は僕の名前の由来についてお話しします。僕の名前はこう書きます。僕が生まれる時、両親は最初に名前の音の響きから決めたようです。伸びろと含んでたで割るソータ、コータ、エイタなどといった感じの名前で考えていて、それに当てはまる漢字を姓名判断で見ながら大吉になるように選んだそうです。その中から選ばれたこのエイタのエイには美しく輝く玉という意味が込められているそうです。何か一つでも才能が光るようになってほしいという願いを込めて付けられたそうです。ここで両親から名前について質問があるそうなので答えていきます。1問目、名前を漢字で初めて見たときどう思いましたか？なんか単純に画数が少ないので覚えやすいなっていうのが一つで、まあこう英語の A じゃなくて応変がつくことによってなんかかっこいいなっていう印象を持った記憶があります。2問目、名前を色で表すなら何色？これはオレンジですね。なんかエイタっていう名前になんか元気とか明るいイメージがあって、それがオレンジに合うかなって思いました。今回自分の名前の由来について調べてみて、特技のドラムを叩く時とか演技をする時とかにこの名前に負けないように個性が光る、その個性を活かせるようになっていけたらいいなと改めて思いました。ご視聴いただきありがとうございました。